フォルクスワーゲン春日部の認定中古車の紹介です。今回はスペシャルバグの紹介です。まずはフロントから見てみましょう。フロントは純正のキセノンヘッドライトと LED がセットで装備されています。フロントのパークセンサーも前後4つ装備されています。当時限定車の限定200台の車両になります。カラーはプラチナムグレーメタリックというカラーです。アルミホイルも純正のディスクが入っていてかっこよく決まってます。ボディには大きな傷ダメージもなく非常に綺麗な状態を保っています。サイドのボディラインが入っていてスペシャルバグ専用のステッカーが入っています。リアは大きなディフューザーがついていて後ろからの存在感もすごく目立って見えます。リアハッチにはスペシャルバグ専用のバグのステッカーがあります。リアカメラも装備されていますので後ろの視界も良好かと思います。続いて内装を見てみましょう。専用のハーフレザーシート、メインの座面に関しては白とグレーのチェックの可愛いシートが入っています。とても綺麗な状態を保っています。リアのエントリーもレバーを1つ、簡単にリアにも乗り降りすることができます。後ろのシートもすごく綺麗な状態を保っています。それでは運転席から見てみましょう。ステアリングはスペシャルバグ専用のスペシャルのロゴが入っています。ステアリングのステッチも専用色の茶色が入っています。内装のカラーはボディの同色、プラチナムグレーメタリックのフロントパネル、サイドパネルが入っています。ナビゲーションは純正の SD ナビを装備しています。機能はテレビ、Bluetooth、USB、CD、DVD 等の視聴も可能でございます。リバースに入れてみると連動でリアカメラが映ります。ナビゲーションと連動するのはもう一つ ETC も装備されています。エアコンパネルにあるシートヒーターボタン、こちらはスペシャルバグの専用のオプションボタンになります。3段階の温度調節も可能です。フロント座席の2座席に装備しています。スタートストップボタンがついているのでエンジンをかける際もキーを差し込んで回していただく必要もないです。ボタンの押し入りでエンジンを切ったりつけたりすることが簡単にできます。ザ・ビートルスペシャルバグいかがでしたでしょうか。ご購入の際はご納車までに併設のサービス工場にて認定中古車の71項目の点検を行い皆様にご納車いたします。納車後も安心して乗っていただけるよう整備の方を進めさせていただきます。それでは皆様からのお問い合わせご連絡心よりお待ちしております。